レスの弟を連れてけよい。全部そいつの命は俺たちが守る。わかった。ルフィ君、気をしっかり持て。おい、あそこにいるの誰だ。ずはははは、久しいな。死に目に会えそうでよかったぜ、親父。黒ひげ海賊団。てめえだけは息子とは呼べねえな、ティーチ。俺の船のたった一つの鉄のルールを破り、お前は仲間を殺した。バカの命を取って俺がけじめをつける。ぜははは、望むところだ。やってみやがれ。ウィーハハハハ。次から次へと。じゃがルフィ君を巻き込むわけにはいかん。麦わら屋をこっちへ預けろ。お前さん、何者じゃ。麦わら屋とは、いずれは敵だが悪縁も縁。こんなところで死なれてもつまらねえ。そいつをここから逃がす。一旦俺に預けろ。俺は医者だ。まだルフィ君の意識が戻らん。担いでそっちへ連れて行く。すぐに手当てが必要じゃ。それでいい、任せておけ。こっちだ。早く麦わら屋を運んでこい。さあ、なんで俺が麦わらを運ぶ羽目になってんだ。すまん、赤肌の。周りの敵をどうにかして進むんじゃ。デシンドウィンク。覚悟はできてんだろうな。あんたの時代を終わらせに来たんだぜ。俺も行くぜ。どうにかせねば。よし、道が開けた。今のうちに進もう。どこの馬の骨だか知らねえが、あいつのとこまで逃がしゃいいんだよな。じゃあ、あっちの道から。おい、キザルがいるじゃねえか。だが、もう一つの道はかなり遠回り。どちらから進むべきか。傷ついたルフィ君を連れたまま対象の相手などできん。こちらから進むぞ。よし、そしてこっちには大将なんていねえだろうな。あの力、末恐ろしい。今潰しておくか。この騎士、あいつのところへは行かせねえよい。行くぞ。
死にたくねえ。どうにも敵が多すぎる。これは切りがなすぎるな。生涯を変えます。海に出ればわしの土俵じゃ。これは逆だアホ。あんたを心より尊敬し憧れる。処刑されゆく部下一人救えねえほどにな。家臣は軽率。お前の弱点だ。受けてみよう。殲滅する。行くぞ。バターシュ、ここで敵を抑えしゃべれ。麦わらボーイのことは頼んだわよ。くれるじゃないの。わしが逃がさん言うたら、もう生きることは諦めんかい、バカタレが。バカ犬、今度こそおしまいだ。あと少しじゃと言うに。
エンポリを奪うことです。毒分けポッシブル。アラスカのアラスカ、どれマイル、落としたいんか。俺だってやりたくてやってんじゃねえよ。落ちてくんな。ジンベイ、渡さんかい。ドラゴンの息子を受けてみよう。逃げ切ってみせる。出てき制御を執行する優勢技。ラストワイト、ワイト、ダメワイト、いや、アザバラスワスカ、いや、ダイナミ、邪魔しよるの。今じゃ抜けるぞ。ようやくこの地獄とおさらばだ。お前じゃねえんだ、ロジャーが待ってる男は。まだ生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。決意を立てと、あいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か、すべてを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけたとき世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。ワンピースを実在する。さらばだ、息子たち。死んでやがる、立ったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ、最高のショー。出てきたぞ。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。ブラックホール、これが俺の闇の身の力。そしてあの構え、おやじの能力、すべてを無に返す闇の引力、すべてを破壊する地震の力、俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。痛快な能力だ。力が体の中から湧き上がってきやがる。最強の力
力を手に入れた俺を褒めてみやがれ。ただ焦点どうな奴に目をつけられた。奴を倒さねば逃げられんか。やっただ焦点。そういう仲間はいらねえ。邪魔しても無駄だ。全員沈めてやる。入るぞ。行くぞ。奴の生み出した闇に触れてはいかん。避ければ命を削られるぞ。終わった。おめえらごとこのマリンフォードを沈めてやる。正しくもない海兵は海軍にはいらん。言ったんだ、言いたいことを言わない。よくやった若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くこの世界の運命を大きく変えた。なんで四皇が赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。バギー、そいつをルフィに。麦わら、お前にあげたい宝の地図があるんだ。本当か。おい待ってろ、届ける。まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い。俺たち相手してやる。どうだティーチ。いや黒ひげ。ぜやめとこう、まだ時期が早い。
全員この場は俺の顔を立ててもらおう。戦争は終わりだ。